イベント時撮影された SCP-1632-JP、B 内の SCP-1632-JP、A。アイテム番号、SCP-1632-JP。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-1632-JP に通じる参道は崩落の危険性があるとして、通行を禁止します。また、SCP-1632-JP 周囲100メートルには高さ3メートル以上のフェンスを設置し、定期的な観測を行ってください。説明、SCP-1632-JP は、県、市、参道内の特定箇所で観測される現象です。SCP-1632-JP 該当箇所に人間が侵入した場合、侵入者は白衣を着た女性の霊的実態、以下、SCP-1632-JP、A、に遭遇することが確認されています。また、SCP-1632-JP、A の出現と同時に廃病院、以下、SCP-1632-JP、B、の出現も確認されています。これらは撮影機材によっては確認されないため、SCP-1632-JP 内部の探索は音声記録、また、侵入者の証言に依存します。この廃病院はかつて、県において、産婦人科として運営されていましたが、医療事故により廃業、その後は心霊スポットとして扱われています。産婦人科の建物跡は現在も、県に存在しており、異常性は確認されていません。また、SCP-1632-JP 該当箇所に病院が存在していた事実はありません。SCP-1632-JP-B 内に人間が侵入した場合、SCP-1632-JP-A は侵入者を案内するように SCP-1632-JP-B 内を移動します。この際、SCP-1632-JP-A に対する質問には一切の返答がなく、物理的な接触も不可能です。SCP-1632-JP-A の案内を無視し、探索を行った場合、即座に SCP-1632-JP-B 外へ転移され、それ以降 SCP-1632-JP-B 内への侵入は不可能になります。また、この状態に陥った人間は、SCP-1632-JP-B における全ての窓に子供の顔が貼り付いている、といった証言を行います。SCP-1632-JP-A の案内に従い、探索を行った D クラスの映像記録から以下のイベントが確認されました。このイベントにおいてのみ、SCP-1632-JP-A、SCP-1632-JP、B の存在が撮影されることが判明しています。イベント映像記録 1632JP1 日付2000年月日。高校の制服を着た SCP-1632JP-A が SCP-1632JP-B と思われる駅のホームに座っている。5.41 SCP-1632JP A に30代前半の男性が接触、何らかの会話を行う。男性はひどく取り乱したように見える。17.58 SCP-1632-JP A と男性が別れ、SCP-1632-JP A はホームで文庫本を開く。身体が小刻みに揺れていることが確認されている。1.21.38駅構内を電車が通過する際、SCP-1632-JP-A が線路内に侵入、電車に跳ねられる。イベント終了後、SCP-1632-JP-A が侵入者を抱きかかえ、侵入者は消失したことが確認される。この記録を受け、調査したところ、大学においてこれまでの在籍者に SCP-1632-JP-A は確認されませんでした。また、SCP-1632-JP-B 内の通院記録にも該当する要望の持ち主は現在確認されていません。以下は、SCP-1632-JP-B 内に侵入したことが確認されている、し、実験により侵入した D-1922 に対するインタビュー記録です。D-1922
1927との通信記録です。インタビュー記録1632、JP、1、日付2000年、月、日。対象。市。インタビュアー。エージェント、ニッタ。不機。エージェント、ニッタはオカルト関係の雑誌記者としてインタビューを行っている。事実確認のため省略。エージェント、ニッタ。はあ、つまりあそこにはアパートがあったんだ。し。はい、かなり年季の入ったアパートでしたね。俺も心霊巡りはしてましたけど、これはやばいと思いましたよ。明らかに不自然なんですもん。エージェント、ニッタ。それでもそこに入ったんでしょ？で、そこで例の女性に出会った、と。し。まあ、そうですね。いや、今考えても生身の女性にしか思えませんでしたよ。だから俺、同じ心霊スポット周りの物好きだと思って、そういう格好してましたし。エージェント、ニッタ。そういう格好？心霊スポット巡るのに？ごめんね、俺この界隈入ったばっかりだから。し。ああ、ですね、そういうとこって廃墟が多いんですよ。だから、安全のためにほとんど山登りみたいな格好になるんですね。それで相手も登山ブーツに長袖、まあ、そういう格好だったんですよ。エージェント、ニッタ。なるほどね。し、そんな場所で一人の女って時点で気づけばよかったんですけど、それで一緒に回ることになったんですよ。下心がなかったとは言いませんけど、ああいう場所ってそういう人がいたりもしますから、女性一人はさすがにと。エージェント、ニッタ。それで、巡った先には？し、中は普通のアパートでしたね。かなり身構えてはいたんですが、こんなもんか、と。エージェント、ニッタ。なるほど、変わったところはなかったんだね。し、はい。あ、ただ、どの部屋にも薬のパッケージがありましたね。一緒に回ってた人が、その、ピル、避妊薬だって教えてくれました。エージェント、ニッタ。ほう。で、最後の部屋で。し、はい、そうです。最後の部屋を開けたとき、それが見えました。首に紐みたいなものを巻きつけて、絞殺されそうになっているその人の姿が。腹には包丁みたいなのが刺さってて、手を俺に伸ばしてきて、俺、助けようと思ったんですけど、気づいたんです。エージェント、ニッタ。何を？し、その殺されそうになっている女の人が、俺とさっきまで一緒に回っていた、俺の後ろにいるはずの女と一緒の顔をしてるって。俺、それに気づいた時から記憶が曖昧で、気がついたら麓のコンビニで震えてました。あの時、気づかずに助けてたら、俺、どうかなってたんだと思います。インタビュー記録1632、JP、に、日付2000年、月、日。対象、D、1922、インタビュアー、クスノキ博士。事実確認のため省略、クスノキ博士。では、改めて君の見た女について話してもらいます。D、1922、何度もご苦労なことで、そうだな、20そこらかで黒いスーツのかっこいい姉ちゃんだったよ。クスノキ博士。では、その女性はどうしていたのですか？ D、1922、俺があのヤブの中に入った時よ、その姉ちゃんはビルん中から俺を見てたな。で、俺が入ると誰と勘違いしたのかは知らんが、俺を偉い人のところに案内してくれた。会社の名前は、商社、だったかな。クスノキ博士。それは確認しています。D、1922。そうかい。まあ、俺は学がないからよ、言ってることはあんまり理解できなかったが、どうやらなんか大きな仕事をしてて、大金が近くにあることは分かった。これはその後の話知ってるから言うのかもしれねえけどな。クスノキ博士。いえ、そういった感想も必要です。続けてください。D、1922。その時突然だよ、ドアが開かれて目出し帽のごつい奴が入ってきた。そいつは銃を突きつけると、俺とその女、あとは社長さんを縛り上げて、現金を奪ったんだ。で、まあ、あとは言いたかねえや。俺も相当のことしてきたけどよ、あんな女に乱暴働くのは、な。それが済むと目出し帽はそのまま火つけやがった。女は身をよじってこっちに来たがよ、先生らの指示で俺は窓から飛び出して、ってわけだ。このインタビューを受け、産婦人科の関係者に対し調査を行いましたが、該当する事件、医師は確認されませんでした。
イベント映像記録 1632JP6 日付2000年月日。探査車 D1927 D1927 このヤブの中にいればいいんですね。虫が多そうですね。博士 D1927 死後は慎むように。 D1927 了解です。もう少し先ですね。 SCP-1632-JP 地点に到達。映像には開けた草原のみが映っている。博士、何が見えますか？ D1927 何がって、海ですよ海。こんな山の中に突然。博士、海ですか？周囲に人間はいますか？ D1927 人間、あ、浜辺にカップルがいますね。話しかけますか？博士、お願いします。適当に理由をつけて話してみてください。視点が移動するが、撮影箇所は移動せず。 D1927 こんにちは、地元の方ですか？ええ、旅行者で。で、この近くに泊まれるところがないかなと。え、ふ、ここ、ふなんですか？いや、あわわ。 GPS 反応は移動せず、SCP-1632-JP 地点を指している。 D1927 へえ、新婚。赤ちゃんもできているんですか？それは嬉しいですね。え、いいんですか？ちょっと待ってください。視点が移動するが、撮影箇所は移動せず。 D1927 先生、良ければ宿まで案内しようか。4ということなんですけれども。博士、同行してください。話は続けるように。 D1927 わかりました。画面が変化し、森林が映る。付近の植生から日本国外のものと思われる。画面中央には一人の初老女性が映っている。 D1927 へえ、地元の同級生なんですか？すいません、立ち入ったことまで聞いちゃって。女性が一本の木に紐をくくり始める。外見より妊娠していると推測される。 D1927 仲のいいご夫婦ですね。 SCP-1632-JP本当に、私、幸せです。D1927、まさしく幸せの絶頂ですね。え、危ない。視点が激しくぶれる。女性が木の枝にかけた紐に首を通し、踏み台を蹴り、首吊り自殺を図る。博士、どうかしましたか？ D1927、どうかしたって、見ればわかるでしょう。奥さんが、跳ねられて、ああ、ダメです。早く、早く救急車を。いや、先生、来てください。博士、落ち着いてください。女性は痙攣し、沈黙する。死亡したものと推測される。D1927、とにかく助けないと。え？死体が揺れ、撮影者の方向を向く。わずかに口元が動きつぶやくのが確認された。博士、D1927、逃走を許可します。突如、視界全体に女性の顔が出現。何かをつぶやくのが確認される。後の解析で、この際放たれた言葉は、ヤブの中、であることが判明。この時点をもって D1927 の信号が途絶。D1927 は行方不明として扱われます。映像記録 1632JP1 において確認された SCP-1632JP-A